ブートレグ。ブートレグ、ブートレック、ブートレグ、ブート版、ブート版、海賊版、海賊版は、法律上の権利を無視して、諸権利を有しないものにより、権利者に、無断で発売、または流通される非合法商品である。ブートレグは、著作権、一般には複製権などの権利を無視して、製造、流通される、違法、非合法な製品。すなわち、 著作権者の許諾を得ずに、無断で制作、製造され不当に販売されることから、制作者、個人、法人、組織、集団などの形態は問わないや、販売者、一般的には、販売店や、取扱店などに、全利益が分配されてしまう。結果、著作権使用料が、著作権者に支払われず、アーティストの印税もそれを受け取るべき演奏者や歌手に、 支払われることがない。また、CD やレコードなどの製品化、商品化する権利を有するレーベル会社などの利益も直接間接的に損なう結果となる。また、マイクロソフト製品など社会インフラの運用に広く使われているコンピューターソフトウェアの違法コピーが横行すると、著作権者に不利益を与えるだけでなく、更新プログラムの提供や 運用技術者の育成が困難になる子で、インフラを維持できなくなり、市民生活に多大な不利益をもたらすことにもつながる。こうした被害を防ぐ目的で、ライセンス認証などの違法コピー防止技術が開発されている。こうした非合法商品が発売される背景として、単に非合法制作者の営利目的のほか、当該地域において合法的にコンテンツが 販売されていないことや合法コンテンツが、粗雑な内容であるなどを合法、ビネス上の失敗もある。ブートレグ、ブートレックの本来の意味は、密造酒、または、密売酒である。これは、かつて密造酒を入れたスキットルをブーツに忍ばせて、扱ったことに由来する、ブートレック。なお、海賊版、海賊版の正規の表現は、パイレーツエディション、パイラテッドエディションである。 単なるモノマネ、模倣や偽物一般の表現としてはコピーキャット、コピーキャットと呼ばれる。それらの中には海外で著作権者の許可を得て正規品として発売したケースもある。日本語ではレコードや CD など音楽関連に限りパイレーツ版でもブートレグ版でも海賊版という表記が使われることが多いが、これは レコード版のイメージから来る日本の音楽業界固有、表現である。レコードや CD の海賊版はその性質から分類すると、いわゆる、ブートレグと、パイレード版、カウンターフィット版の3種類に分けることができる。この分類は、主に音楽にされるが、ビデオや、コンピューターソフトなど、音楽でなくても分類できる。また、レコード主流の時代における、 プライベート版の多く、10、元来は、海賊版の意味はなく、他社の権利下の音源を不当利益取得目的で、製品化する場合に当てはまるや、CD 化してからの、コレクターズ CD、10、限定版のような収集目的が前提で、制作された、正式版などにも広い意味ではこれに該当するものがある、とする見解もあると呼ばれるもののほとんど多いたは、ブートレグだが、 それ以外も含めこれら3種類の海賊版のいずれかに属することが多い。かつて、イタリアなどのヨーロッパの数カ国では、ハーフオフィシャルという形態の作品も多数制作され、本来は、ブートレグと同等とも言うべきライブ音源やスタジオ、未発表音源などが日の一部 CD、レコード販売店でも通常の輸入版の販売価格に近い金額で売られていた。それに対し、 ここで定義しているようなブートレグはリアルブートと呼んだ。現在はハーフオフィシャルはほとんど存在しない。かつて日本では著作隣接権の保護期間が20年だったため CD が普及した1980年代半ばから1990年前半にかけて海外ミュージシャンの日本独自の編集版 CD が直接ミュージシャン側と契約締結しない複数の レコード会社から合法的に多量に出回った。中には正式 CD がリリースされていたにもかかわらず、別ミックス版などと銘打って、既発売の正式レコード版から CD 化されたものもあった。ポール・マッカートニーは、表向きは、音質等に対する批判であったが、海賊版である、カウンターフィット版の取り締まりはもちろん、合法的な独自編集版にさえも言及したと。 思われる性コメントを1987年に出し、日本政府に要請した。当時からレンタル用のレコード、CD、ビデオについての論理があったが、そういったことも含めて、現在は著作権も世界並みの基準に変えられてきている。日本のアーティストに関しては、東南アジア等で製造された海賊版が発行され続けてきている。 人気の出たものについては、さらにその海賊版を元にした海賊版が作られることがある。当然ながら海賊版に携わる各段階での著作権の主張は不可能である。コンピュータが普及してからは CDR としての制作やジャケットのカラーコピーが簡単になった。レコードやオーディオテープやビデオテープの通常のダビングはノイズも増加するが、 特に CD などのデジタル製品のダビングの場合は、デジタルコピーでなくとも、比較的音質の劣化が少ない。よって、2000年代半ばには、既発売の正式版の不当コピー対策として、コピーコントロールし C、CCCD が推進された経緯がある。音楽に関しては、ビデオや DVD でのライブ演奏や、スタジオ録音風景などの海賊版、DVD に関しては、 海賊版も使うも出回っている。その品質は全般的に正規品より劣る例が多く、TV 番組のビデオソフト類に関しては、放送を録画したのをそのままマスターに流用しただけという例も珍しくなく、中には正規版が発売される前に映画館で隠し撮りしたとされる映画版ソフト類まで存在するほどである。また、編集技術も粗雑な出来なものも多いので、 消費者にとっても値段に釣られて、このような粗悪品をつかまされるリスクも大きく、ネットオークションでも、海賊版の疑いが強い出品物が多く、確認される。ウルトラセブンのオリジナルが数回目の再放送をした。時点、1970年代初頭で、その第12話が、被爆者側からと言われる抗議により、欠番となり、裏でテレジネされたものが、徐々に出回っていった。当時は、 家庭用ビデオが出始めた時代であったため、画像や音質の悪い何度もコピーが繰り返された、海賊版ビデオがその後も、ファンやマニアの中で出回っていた。しかし、この英語バージョンが1990年代半ばから、後半にかけて何度か、アメリカ合衆国で放送され、そのコピーが日本へ逆輸入され、現在も、海賊版として出回っている。詳細は、スペル星人の高参賞。 北米市場などでは日本のアニメコンテンツなどの海賊行為を繰り返す人々には金銭目的ではない別の理由があるというコンテンツ内容の提供のされ方などがその理由に挙げられておりファンサーブに劣る翻訳の質の悪さであったりコンテンツが数ヶ月もの間遅れて提供されることなどそれらを不満に感じるユーザー間で多くの海賊行為が行われている またコピーガードなどにより、モバイル機器で持ち歩けない、利便性の悪さなども理由の一つとされている。コンテンツ自体がほとんど提供されていない国などもあり、そのような国では、ファイル共有サイトを介して、コンテンツの海賊行為が行われており、ビジネス上の失敗の裏返しである場合もある。中国などでは、海賊版が横行しており、 OVA 作品も標的になりつつある。特に、漫画などの付録のオリジナルアニメ DVD、オディ。音楽作品としては、ビートルズの全映画作品中唯一正式発売されていない、レッドイットビーが、ブート業者のターゲットとされていたが、これも2003年の時点で、正式リリースが決定した。その他、ビートルズの映画作品以外の映像作品に関しては、 海賊版対策も含め、日本公演、江戸サリバンショー出演時の作品など次々に映像化されている。映画やライブ映像のビデオなどでもコピーガード付けの製品が普及した。DVD は通常の専用機材では基本的にコピー不可能。最近では海賊版のビデオ作品にもコピーガードを付けたり、コピーガード元コピーした製品が出回った例もあった。 日本国内取締例としては2005年初頭、各種映画を個人的に無断コピーした DVD を安価販売していた露天商が逮捕された。その後も逮捕された例は後を絶たない。当然ながら書籍や写真集などにも海賊版は存在しうる。例として宮沢理恵の1991年の写真集サンタ FE の海賊版が当初 東南アジア一帯で出回ったことがあった。海賊版ビデオソフトをレンタルビデオ店に売り歩く業者はカバン屋と呼ばれる。また、インターネットの普及に伴い、テレビの放送番組を録画したものを、放送局、制作プロダクションなどの著作権者に、無断で YouTube などの動画共有サイトに投稿する、視聴者、ネット海賊版も多くおり、一部のシーンやアニメでは、作品に、 無断アップロードをしないように呼びかける啓発字幕を出しているほか、日本民間放送連盟でも2015年2月にゴールデンプライムタイムと深夜番組の原則として15分以上放送される収録番組を対象に番組をインターネットに許諾なく公開することは違法です。とした啓発字幕を放送しているコンピュータソフトウェアに関しては近年は ブロードバンドの普及により WinMux やビ i n n y などを用いた不正コピーソフトウェアの交換等が往々にして行われている。2011年 IDC による世界116カ国を対象に実施した第9回ビッサ世界ソフトウェア違法コピー調査で日本は違法コピー率は前年比1ポイント増の21%となり PC ソフト違法コピー率ランキングにいて 米国、ルクセンブルクに次いで3位となった。前年の同率1位から下降した。日本の損害額は18.75億 US ドル、約1、500億円に上り、前年と同じくワースト10位になった。ワーストランキングでは、上から、ジンバブエ、グルジア、リビア、バングラデシュ、モルドバでありこの5カ国の違法コピー率は90%以上である。 違法コピー率の世界平均は42%だが、調査対象国の半数で62%以上を示しているという。損害額の合計は、約634億ドル、約5兆745億円で、調査開始時の2倍以上に増加している。また、秋葉原や新宿などの繁華街で、最新ソフトと称し、パソコンソフトやゲームソフトの不正コピー商品を、 外国人が路上を販売している。大阪日本橋でも露店販売しているところが存在し、暴力団の資金源の一部になっている。販売されているソフトは大抵、名作が多い。1980年代にはパソコン用ソフトウェアのレンタル店も存在していた。また、Yahoo ーークションをはじめとするインターネットオークションサイトにて、 不正コピー商品を販売する業者も多く、中には出品ページにて正規品化のように偽って販売する業者や不正コピー品を販売する業者も数多く存在する。また近年はスパム、メールにてや数字ソフトと称して不正コピー商品を宣伝する業者も多い。その一方でカジュアルコピーや組織内不正コピーと呼ばれる友達同士や会社や 学校の中などで違法行為であるとは知らず、あるいは、非商用だからいいと著作権法を曲解して、コピー行為をしている事例は、昔から多く、大きな問題とされている。また、家庭用ゲーム機ではロムに、バイパス、通常はいわゆるモッドチップと呼ばれる、PIC マイコンに、クラック用のプログラムを書き込んだものを使用したり、ゲーム機にパラレルバス端子がついているものは、 そこから、クラック用のプログラムを流し込んだりする手法が取られる、などを取り付けて、不正コピーを検査するシステムをスキップさせたり、コピーソフトを読み込ませる前に、特殊なソフトウェアを読み込ませて、コピーチェックを迂回したりする行為も見受けられ、1999年、平成11年10月1日から日本ではこの手の、商品の販売は、不況相防止法、著作権法などで禁止されている。 コンピューターソフトウェアの場合、不正コピー品の正式な用語としては、パイレーツ版であるが、オリジナルの単純な模倣品、複製品は、デッドコピーと呼ばれ、オリジナルを土台に異なるブランドに改変したものを、パイレーツ版として区別する場合が多い。またブートレグは、パイレーツ版や、デッドコピー版の中でも、コピープロテクションをクラックした版を特に指す場合に、使われることが多い。 前述の音楽の領域での基準で言えば、ゲームソフトウェアのデータ、大抵は、プログラム以外を独自に改変した、いわゆる MOD 版やハック版もブートレグに該当する。はずだが、これらは通常は、ブートレグとは別物として扱われることが多い。中国では Windows 7をはじめとする OS や、各種ソフトウェアの海賊版が氾濫し、そのプリインストール機も数多く流通しているなど、 正規品の販売に多大な影響、損害を与えているサンケイビズ。日本ではこれらの不法的な制作や販売に対して法的には取り締まることが可能ではあるが国内アーティストの新作の編集版を販売した以外特に洋楽では取り締まられ処罰されたという例がほとんどなかった。しかし1990年代に 西新宿にあったブートレグ取扱店が取り締まられた例があったが、ことの審議は別として、その前後を通じても、日本で海賊版の大手販売店が取り締まられた例は、ほとんどいが、前例が生じたことにより法的にはいつでも取り締まり可能とも言える。なお、カウンターフィット版に関しては、著作権法違反に加え、商標法、不正競争防止法にも違反することとなり、 その分罪も重くなる。諸外国では厳しい国も多く、私的財産権保護に積極的なアメリカ合衆国では、海賊版、海賊版を店頭に置くだけで、処罰の対象となる。2000年代前半に、ビートルズの音源テープを大量に持ち出した、ビートルズの海賊版専門のブート業者、海賊版の制作業者が現行犯逮捕され、 実質上関連レーベルも含めて消滅した。なお、2010年時点での著作権法他処方では、購入する側は違法ではないが、民事上の請求を回避しているわけではなく、損害賠償命令ないし破棄命令が出されることがある。輸入の際に税関で発見された場合、関税法第69条の11第2項により、没収、破棄となることがある。 最も初期のブートレグは個人レベルでクラシックなどのコンサートを秘密裏に録音し個人的に所有していたものを仲間内に配布したりしていたことが起源とされる。ブートレグをポピュラーなものにした最初の事例は1969年の夏アメリカカリフォルニア州のレコード店に現れたボブ・ディランの未発表マテリアル州のレコードだと言われている。それはジャケットもレーベルも 真っ白だったことから、ザグレート・ホワイト・ワンダーと呼ばれた。初回プレスの8000枚は完売し、さらに4万枚のコピーが出回ったと言われる。その2ヶ月後、ローリング・ストーンズのコンサートを収録した、レバーザン・ユー・エル・エル・エバー・ B.E. がリリースされた。これは1969年のオークランド・コロシアムでのコンサートを収録したもので、真っ白なジャケットにゴム印でタイトルがスタンプされていた。 このリリースが、正規版、ゲットアーヤやエスアウトのリリースを促すこととなった。これと前後してリリースされたビートルズの未発表アルバム、ゲットバックを収録した、クームバックは爆発的なセールスを示し、ヒットチャートにランクインするのではとの憶測を呼ぶほどれた、らしい。以降、ブートレグは広く、一般的に知られるようになり、ロック、中でも当時三大アーティスト、 ローリングストーンズ、ボブ・ディラン、ビートルズと呼ばれたアーティストを中心としたブトレグが流星を極めていった。現時点での日本国内のアーティストに関してはあまり見られないが、例外的にボーイはライブやデモ音源が数多く出回った。また X ジャパンは高校生の頃のライブも含めコンスタントに海賊版が回ったものやラウドネスの海外ツアーの音源を収めたものが出回ったほか、 ジャスラック登録されたブートレグ、X ジャパンのインディーズ・オブ、X ローズ・ブラッドが無許可で登場した、稀な例と言える。また、単独のアルバムで代表的な海賊版は、ビーチボーイズの未発売に終わった、スマイル関係も多い。さらに、かつてマニアからターゲットとされていたのは、などが挙げられるアナログレコードの時代は、アメリカ合衆国でのプレスが主流であったが、 CD 時代になると取り締まりの良さから、現在では日本製のブート CD がコレクターの注目を集めている。建前上はヨーロッパ製などとして販売しているが、主に、海賊版の CD 化に際して、レコード時代には決して登場しなかった高音質のライブ音源やスタジオでのリハーサル音源が登場した。そのことからも、 ミュージシャン側のスタッフや録音テープを保管している、スタジオ関係者内にも、ブート業者側から内密に金銭を授受されるなどして、こういった、不法音源制作に関与しているとしか思えない、状態が予測されている。また、近年はファンが録音した新旧ライブ音源を、ビットトレントなどで業者が入手し、販売されるケースも増えてきている。実際、レッドチェッペリンが、 ドラマーのジョン・ボーナムの死後にリリースした未発表曲集アルバムコーダの制作の段階でジミー・ページが録音テープの確認をしたところ紛失したテープがあったが期限の関係でその一曲を外さざるを得なくなったその後紛失したテープは元の位置に戻っていて同曲はその10年以上後にリリースしたボックスセット2に収録されることとなったとインタビューで述べていて 明らかに外部の関係者やスタッフ内に犯人がいることをほのめかしていた。パソコンの普及やソフトウェアの進化、低価格化に伴い、個人でも CD を製造することが容易になり、CDR や DVDR、いわゆる R 版と呼ばれるものでの販売も多くなってきており、プロとアマチュアの境界線はなくなりつつある。中には、個人制作だったものをコピーして売りばく業者も、 存在し、逆に業者が制作したものをコピーし、オークションなどで堂々と販売しているものもいる。ただし R 版は耐久性の問題に加え、ノイズ混入や音飛びなど、初期不良が見られるものも少なくなく、外見もチープに見えるため、明らかにコレクターズアイテムとしての魅力は乏しいと言える。それゆえに、オフィシャル CD と同じように、 工場生産のプレス版に関わるコレクターは多い。また、メディアはアナログレコードから CD に変遷したように DVD へとその主流は移行しつつあるほか、オンラインでのダウンロードによる海賊版も増加している。2015年に EU が行った調査では、オンライン海賊版が正規品に与える影響は映画を除いてほとんどなかった。 これは統計学的に意味があると言える根拠が見出せなかったことを意味する。映画では新作人気作品で顕著な影響があり10作品のうち4作品が海賊版で9作品は10作品のうち2作品が海賊版で見られていると記された。売り上げでは5%の影響が見られる。この調査は36万ユーロが使用されたが2年もの。 間発表されず、ドイツ海賊党所属欧州議員のジュリア・レダの開示により明らかになった。元になった調査にはゲームにおいては良い影響があると記されたが、EU の発表には含まれなかった。こういったブートレグの違法リリースに対抗するミュージシャンも現れた。以下はその一例。かつて英国放送協会 BBC で放送された音源が正式版。 CD としてリリースされている、例、ビートルズ、ヤードバーズ、ジミー・ヘンドリックス、レッド・チェッペリン等。また、MTV のアンプラグドライブや、キング・ビスケット・ライブ、例、カンサス、エマーソン・レイク・パーマー等などのライブステージが、正式版ライブ CD としてリリースされている。公式海賊版、オフィシャル・ブートレグなどといった名称で、リリースされた音源。音質や企画。 曲目に対して、正式リリースに問題がある場合でも、海賊版対策のために制作、販売といったニュアンでミュージシャン側から、改めてリリースされている。ミュージシャンの中にもブート CD マニアは、多数おり、レッドチェッペリンのギタリストジミー・ページ、キング・クリムゾンのギタリストロバート・フリップなどは来日の、ドニ、西新宿等のブー CD 店を訪れている。その際、 店側は彼らの大ファンであると同時に、違法行為をしている後ろめたさからか無料で彼らのブート CD やビデオをプレゼントしている。なぜミュージシャンがブート CD 店に行くかは、平たく言えば、ブートレグ、海賊版潰しである。自分が楽しむのと同時に、ブート版を市場からなくす目的のほか、自らの未発表音源、ライブ音源の下調べと、市場調査でもあるとみられる。 商業的観点から考えた場合、ブート版は消費者の欲している商品を制作側が発売しないことに起因する受給のミスマッチか生まれたいわば妥協の産物であるため、自身のブート版を漁ることで流出音源を探し出すとともに需要を見極め、未発表音源、ライブ音源の公式製品化を起とするものである。ジミーペイジは、ヤードバーズ以前からの親友であるジェフベックの バンドであったベック・ボガート・アッピスの幻の第2弾、アルバム、一曲のみ公式 CD 歌謡の音源を、ブート CD 店で、半号院に入手した。来日するたびに、大型の旅行カバンを携えて、西新宿のブート CD 店を訪れ、自分の関わったバンドの海賊版 CD をすべて、詰め込んで帰っていくと言われている。彼が去った後には、 商品がなくなり棚だけが残されているという伝説がある。また、ついでに、ボブ・マーリーの海賊版 CD も持ち去っていくと言われている。元ディープパープル、後のレインボーのギタリスト、リッチー・ブラックモアなどは、過去のライブ音源については、必ずしも否定せず自らも、来日時などに購入しているのだが、スタジオなどの未発表音源に対しては、批判的な姿勢を崩さない。 野球選手のランディ・ジョンソンは、レッド・チェッペリンのブート CD の収集家である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。